このエピソードではアメリカ英語を話すときに日本語のリズムを作らない方法を紹介します。みなさん、こんにちは。私はハワイ在住で英語発音コーチとビジネスコーチをしているアイコ・ヘミングウェイです。Hey guys, it's i k o and I'm an American English pronunciation coach and business coach based in Hawaii. このエピソードの、えー、内容に入る前に、 皆さんが英語環境で働いていて、えー、そして英語上級者レベルのところからさらに上のレベルに行くための発音のポイントを3つまとめたものを無料で、えー、公開していますので、えー、1時間半の無料ワークショップ動画を見てどのようにしたら上級者レベルからさらに上のレベルに行く。 えー、そのポイントをですねこの動画で、えー、チェックしてみてください、えー、本当にあに英語の発音ってなかなか難しいというふうに感じている方が多いと思います実際私もアメリカにものすごい長く住んでいるんですけれどもやっぱりアメリカに20年30年40年住んでいても英語の発音がネックになっているとか英語がまだまだ話せないという方が 結構いらっしゃるんですよ。つまり自然とは身につかないというふうに思うといいかもしれません。なのであの住んでる場所って本当に関係ないです。アメリカに住んでるから日本あの英語が話せるようになるっていうことは一切あのそれはないです。<laughs> なので私もアメリカに来たのは本当大人になってから20代で来たんですけれどもやっぱりそのものすっごい練習しました。ものすっごい練習してやって と発音の,あの,この空気とか振動とかモメンタムとかそういうのが分かるようになってやっとやっと日本語の音から出ら出れたんですよなので皆さんがこれくらいかなであの練習しているのであればもしかしたらそれは日本語の範囲から出ることができないかもしれないじゃあアメリカ英語にその音に行くには日本語の音と英語の音全然違いますからその日本語の音から出てアメリカ英語の音に行くには。 振動を感じること、空気を感じること、そしてモメンタムを感じること、モメンタムというのはエネルギーの動き方です、えー。この3つにフォーカスしたレッスンを行っています。えー、なので、ぜひぜひあの自分の可能性をこのワークショップで、えー、感じてみてください。この無料で、えー、現在公開している動画を見た後には、耳の発音 Year というのと、年の発音 Year という音、この2つがどのくらい違うか。 どこにフォーカスしたらその違いが聞こえるかとかそういうものにもあの気がつくと思いますのでぜひぜひ今無料で公開しているうちに下の概要欄のところからリンクをチェックしてこの動画をチェックしてみてくださいね Okay, so going back to today's topic 英語を話すときに日本語のリズムにならない方法これは頭を 動かさないといととうことです日本語を話す時っていうのは皆さんあのこれからちょっとあの自分がどういうふうに話しているかとか他の方がどういうふうに日本語を話しているのかとかぜひぜひ観察してほしいなというふうに思います私も今英語あ英語じゃなくてあの日本語を話しているのですごいこう頭をこうやって動かしながら話しているんですよであの英語って

固定したリズムでこう前に前に前に動かしながら日本語は話しますこのうなずきがないと話している時に相手が聞いているかっていうのすごく不安になると思います私たちは意外とこのビジュアルインフォメーションもよく使いますのでやっぱボディーランゲージでコミュニケーションすることの方が多いですので 自分が話している時に相手の人がこうやってうなずいていなかったらすごく不安になるそういうあの言語の特徴がありますだから話している側もやっぱりリズムを取るためにすごいこうあこの前ねこの前ねすごい動,く動きますよねこの前ねえー、そうなんだえー、そうなんだすごいこういうふうに動きますよね動きますよね どうですかこういうふうに、えー、リズムを取りながら私たちはこういうふうに、えー、頭を動かしているんです。動かしているんです。どうですかもう,もうこれに一回あのこう意識が向いたらもう今度からもう人の話を聞いてるときに話の内容が入ってこなくな,入ってこな,くなるくらい多分頭の動きがすごいこれから気になっていくと思います。So that's good.You you want to observe it, right? ぜぜひぜひ観察してみてみくださいでなぜこういうふうに動かすかっていうのはあのや,っぱりあのやっぱり世の,世の中無駄なことって一切ないですからこういうふうに動かすには動かすすなりりの理由がありますもちろんですあの自然の,そのものっていうのは余分なものはできない <laughs> 余分なものは 生まれてこない仕組みになっているからこの頭を動かすっていうのは日本語を話す上で必要だったからみんな頭を動かし始めたんですよね、えー、なので、えー、もあのそういうのは文化から来ていますだから日本語って頭をこうやって動かすっていうふうに思ってくださいそしてなぜ動かすか日本語のコミュニケーションで必要だからです日本語を話す上で必要だから 文化合図地文化なのでこの合図地がないといけないなのでみんなこうやって動く頭をこうやって動かすんですねちっちゃくこうやってこう,こ,うこういう感じで動かします、えー、なのでこれが日本語の、えー、リズムになりますこの状態で英語を話すと ななんんかすごいあの不思議なあの感覚に陥るんですよあの本当今あの英語を話してる時とか英語を聞く時って英語をそのままあの自然と入ってくるようになったのであの英語の話を聞いてる時ってもう本当にそのままあの日本語を介することなく英語だけで理解して英語だけで考えているっていう状態でいつも過ごしてるんですけれども。 この状態で英語を話している人が例えば日本語話者の方で頭がこうやって動かしているとやっぱりその英語が日本語のリズムになっちゃうので単語は英語なんだけど聞い,ている言語聞いている言語は日本語なんじゃないかっていうふうにすごいなんかだからなんかすごい不思議な感じ混乱する感じがします。あれ 出てくる単語は英語だけどでもすごい日本語を聞いている感覚に陥るっていう風に、なんんかすすごい混乱するんですよ。だからなんか理解がすごく難しいんですね実はあの。なので、 ネイティブ英語のネイティブスピーカーってこういう感じなのかなあっていうふうに思ったんですよ。なぜならその日本語話者が話す英語があまりに日本語のリズムだとなんかあの嫌な顔されるとかあんまり理解してくれなかったとか私自身の経験ですよ。私が日本語のリズムで英語を話していた時っていうのはやっぱり発声も日本語になっていたしリズムもものすごい日本語になっていたからなんかこう。 あんまり話を聞いいてくれないとかあんんまり理解してくれなないとかなんかそういうことが以前は多かったんですよもしかしたらだからネイティブスピーカーも私は英語の単語を話してるけどでもなんか英語じゃなく聞こえてくるみたいな感じの混乱が脳の中で起こっていたのかなっていうふうに最近はそういうふうに思いますなのでやっぱり混乱すると相手は結構メッセージをしっかりと受け取ってくれないのでしっかりと受け取ってもらうには 英語のリズムを身につけることが大切になりますね。じゃあ英語のリズムはこれの頭の動きを止めるだけでかなり、えー、流暢な英語のリズムになっていきます。例えば、for example,、uh, when I say for example, see, when I said for example, I didn't really Move my head, right? So, when I say, so when I speak a y when I s English, 今英語を話している時、頭がこうやって動かなかったですよね。見えましたかで、どっちかというと、こういう感じ後ろに動く感じ ?So, when, so, when, so, when。なんかこう横とか後ろとかに行く感じなんかヒップホップのような、なんかこう、なんていうんですか、ね、日本語のタンタンタン。タン っていうあのリズムではなくなんかこうふわーーーみたいな感じのなんかこう踊ってるのかなみたいな,なんかそういう感じの動きになるっていうのが、えー、英語の感覚になりますなので、そう、try like when you speak English, when you speak English, I'm not moving my head, right? I'm not moving my head, right? But when I move, I'm moving backwards. So when I say like,、oh, okay, h o I say like, oh, okay, okay, okay. なんかこう落ちる感じ Okay. 後ろに後ろにこうぐるぐる回る感じ Okay. Okay. How is it? How is it? どう,どうですか How is it? じゃなく okay. ではなく okay. これってすごい日本語のリズムなんですよね。Okay. Okay. Right? So, okay. Okay, right? so こういう感じであの動き方をこう後ろにしてこう後ろにくるくる回るように日本語はこう前にこう,こ,うこういう感じタだタだタッタッタっていう感じ英語はふわふわふわ後ろにこういう感じで 動くとちょっとこう英語的な発音になっていきます今このリズムで日本語今話してるのですっごい日本語話しづらいですしちょっと聞いていてえー、なんかこれ日本語に聞こえないなーっていうふうに思うかもしれませんでも不思議ですよねでもこういうのってほんと音楽に出て,ていますので日本のそのこうトラディショナルな音楽とかぜひぜひ聞いてみてください盆踊りとかすごくいい例になりますもう っていう感じですよねえそしてあの英語圏の音楽もぜひぜひ聴いてみてその最近の曲ではなくちょっと昔の,あのこう伝統的な音楽っていうので日本の,その文化と英語圏の文化であのどういう音楽の違いがあるか音楽ってあの本当文化がもう直結して表れていますのでやっぱり発音も 文化と直結しているから音楽の違いをこう見ると音楽とか文化の違いを見ると発音の違いも必然的に見えてくるのでぜひ音楽の違いというのも観察してみるといいかもしれないです。Okay, so when you speak English, don't move your head. If you move, if you move, move it backwards, like this.Oh, yeah.Ah, right? Like this.Not this. Not this. これは本当に日本語の感じですのでこういうふうに前に動かさないように後ろにゆったりとぐるぐるぐるというふうに回ってみるととっても英語が話しやすくなります。 このエピソードが役に立ったと思ったら、ぜひ英語環境で働いている方、もしくは英語コーチの方、英語発音コーチの方で発音の知識を深めたいという方も、ぜひぜひあのおすすめしてください。あの私、本当英語発音コーチの方。 にあの発音コーチ養成コースをするのがも,うものすごい大好きで本当にハイレベルな言語学の知識とか音声学とかも,ものすごい細かいところも教えたりしていますので、えー、グループコースの方12週間のグループコースっていうのを最初行っていてこれは基礎コースです。 基礎コースでその後さらにインテンシブでハイレベルな発音ーチ養成コースっていうのも行っていますのでもう今のような内容がも,うものすごい学べるし。 本当に英語上級者の方を教えられるレベルの発音スキルを身につけることにフォーカスしています私のフォーカスは英語上級者のみに教えることですのでやっぱり英語上級者を教えるってかなりのプレッシャーなんですよね <laughs> なので、えー、もう本当に英語あの発音散々練習してきた人とかもすごくいますのでもう私の発音あの 私の基礎コースを受け始める時点でものすっごい発音の知識がある方とか入ってくるわけですそういう方にもしっかりと質問に答えられるような知識とスキルと経験をつけるにはやっぱりあのハイレベルな練習をしていくことが必要になりますやっぱりどんどん上を目指していきたいですよねできることなら、えー、なので、えー、そういう感じでもし発音コーチとして あのこれから教えていきたいもう教えているという方もぜひ来てくださいでさらにあの上のレベルを目指しているという方をあの随時募集していますのでえ興味のある方は、えー、ぜひあの先ほど紹介した無料動画ありますよねそこに登録すると私に直接メールを送ることができるようになりますこの,あの YouTube チャンネルとか Facebook のコメントっていうのをほぼチェックしていませんので、えー、私に直接メールをするには And I want to hear your goal and I want to support your passion, right? So please let me know if you are interested in becoming a pronunciation coach or you want to learn to become a better pronunciation coach. Okay, so thank you very much for watching and I'll see you guys later. Bye!